こんにちは、速稼塾の久保です。今日も何の変哲もないこのジャージを着てますけども、実は私のね、体中はポコポコしてるんですよ。すごくあったかい。でも気温は低いですよ。気温は低いんですけど、すごくあったかい。その秘密はですね、これを1枚脱ぐと、この内側のベストにあるわけですよ。この私の体にぴったりフィットした、身長180センチの体にですね、ぴったりとフィットしたこの、XL のベスト、これがね、何を意味するか、ここにほらランプがついてるでしょ。ランプがついてて電源が入った状態。そう、これね、ヒーターベストなんですよ。このベストの中に電熱線がサーッと入っててですね、全身をポカポカ温めてくれるんですよね。で、ちょっとこう脱いでみますと、非常に体にフィットしていて、この内側にポケットがついてるんですが、ここにですね、携帯とかスマホを充電するときの USB がありますよね。これ USB バッテリー、ここにつないで専用のポケットに入れると、もうポケットでゴツゴツすることもなくね、すごく使いやすいんですが、あとはこうファスナーで閉じてですね、ピュッとやると、もう完全に普通のベストで、この上にシャツを着たりとかね、ジャンパー着たりとか、私みたいにジャージを着たりとか、反転着たりとかすれば、もう着てるのかどうかわからない状態、すごく柔軟性にも富んでいて、こう全身があったかいんですよね。で、ヒーターは今これ中を示、弱ですね、弱を示してますけども、長押しするとこれ電源が切れます。で、もう一回長押しすると、はい、電源が入りますよね。赤、赤は一番熱い状態になってます。すごくあったかいです。で、さらに押すとですね、色が変わると思うんですよ。変わった。はい、こうやってですね、押しながら調整します。だいたいこう USB が、私の方が12000アンペアなんで、結構ね、5、6時間持つんではないか、もうちょっとかな、8時間ぐらい持つと思うんですけど、ずっとあったかいです、これ。エアコンいらずで、電気代もすごくかかんないし、動きはいいですしね。これでだから、バイクとか乗るときとかちょうどいいんじゃないですかね。私もくまモンも寒くて最近乗ってないんですけども、京都ではこれでね、もうお散歩行けるんではないかなと思います。これがね、しかもこれだけあったかくて運動にも向いていて、この寒い冬を乗り切る、12月、1月、2月と寒い日本の冬を乗り切るのに、これ1枚でこたつもいらないと、灯油もいらないと、ストーブもいらないと、エアコンもつけないでいいと、そういうコストパフォーマンスの高さ、このベスト、さあ、おいくらでしょうか。なんと、今なら、いくらだったかな。で、多分ね、4000円か5000円だと思うんですよ、これ。で、USB バッテリーは私は持ってたんで、USB バッテリーが付いてないやつを頼んだんで、まあ、4000円ぐらいだったんですけども。はい、すいません。電話がかかってきちゃったんでね、ライブ放送切れたんですけども、あと YouTube で編集しますからね。で、これがですね、USB のバッテリーが私は持ってたんで、まあ別売りっていうかね、ベストだけ買ったんですけども、ベストだけ買うと4000か5000ぐらいで、USB 付きのやつだと1万円、9000円とかかな ?1 万円とかするんじゃないかなと思います。で、結構いいね、ブランドのなんかミズノかランバードぐらいから出てる、有名なやつは2万か3万するんですよ。ちょっと、ブランドは忘れましたけどもね、そういったスポーツメーカーさんから出てるやつは結構高いんですけども、まあなんか信頼性があるのかなと。あとほら、冬の釣りとかね、夜釣りとかの人にはもう一年中使えたりするんではないかなと思いますんで、このベストおすすめです。結構ね、良かったです。で、ベストの他に、足にね、レッグ、靴下みたいに履くタイプの同じようなのもあるんですけども、これは、まあゆかちゃんがね、つけて外出しましたんで、私はもうあげちゃったみたいな感じで、一回も使ってないのにあげちゃったんですけども、全身ができるというね、そういうことでございます。今日はこのベストね、おすすめしたいと思います。それでは、失礼します。